東野、渡清フランシスコ・ザビエル教会、中国語、東野、渡清法律企格スナモチ略堂は、1950年代、以前のカトリック、上海教区司教座制度であり、中華人民共和国上海市港北堂渡私自185号に、所在する2000人を、収容可能な中国発の大型の、カトリック教会である。 1844年に調印された候補条約は、カトリック教会が、通商校で公に宣教して、教会を建設して良いと規定していた。1847年11月21日、イタリアの宣教師であるロトンド・マリアベジ司教は、当や私港南教区司教座制度の定組織を、指式し、1853年4月4日の枝の、主日に正式に開道した。 16世にイエズス会が東アジアに派遣した初の宣教師であるセーフランシスコザビエルを守護聖人としている。教会の設計者は判定差神父でテラシローマのイエズス会の本部であるジェズ教会の建築を真似ておりバロック様式に属している。教会内には周囲が10メートルの柱や中国式のレンゲと尖閣図案があり特色となっている。 この教会の周囲には、上海で最も早くカトリックを信仰した信者が、住みつき、太平天国の乱の間、多くのジャンク船の船乗りをしていた信者が、当夜私に移ってきた。1933年、教会は、中国人神父が管理し、各教会の神父は皆ここで、青春や夏季の休暇を過ごし、年老いた神父はここで療養した。 1966年の文化大革命中に、教会は閉鎖されて工場に倉庫として専用された。1982年にはわずかに付属の建物100平方メートルが返還されただけであり、間に合わせで簡単であるが、ミサが回復した。1984年、教会の大部分が回復し、中国天主教愛国会の利用盲徳寺教は、聖堂回復の総合ミサを指揮し,した。 2000年5月1日、教会は全部返還され、治む後の9月17日に、同じく中国天主教愛国会所属の金路賢治教の四式により、総言ミサが捧げられた。1993年7月14日には、上海市文物保護単位であると交付された。ありがとうございます。